皆さんこんばんは、エキスポーターチャンネルのハコタヌです。本日は ACL 第1節ヴィッセル神戸対ジョホールの試合をお届けします。先制したのはヴィッセル神戸、イニエスタのこのロングパスからの小川慶次郎。ヴィッセル神戸初の ACL で先制します。イニエスタからの1本、左足で一閃。そしてその後先制した後にヴィッセル神戸ハンドで PK を取られてしまいます。トーマス・フェルマーレンの左腕に当たってしまったということで PK になり、ジョホールに同点とされます。ホームゲームであるところを落としたくないといったところで、この2点目、古橋の右足強烈ミドル、ヴィッセルが1点勝ち越します。石からのアナクロスに古橋の右足します。その後ドーグラス、小川慶次郎と追加点、3点を入れ、ヴィッセル神戸が5対1でジョホールを下した試合となりました。 ACL 初挑戦のヴィッセル神戸、初戦を勝ち取っています。